11日に開催された北朝鮮最高人民会議の第13期第6回会議に金正恩国務委員長が欠席したことが分かった。朝鮮中央通信は12日、11日に平壌で最高人民会議が開催されたと報道した。報道によると、今回の会議には最高人民会議常任委員長、斎竜海労働党副委員長、 僕方玉内閣総理、党と政府の幹部、朝鮮社会民主党中央委員会委員長らが参加した。出席者リストに金委員長が除外された点は彼が欠席を示唆したという分析だ。